皆さん、こんにちは。いつものお寺で元竹の動画を提供する、毎度おなじみ、雄大コープ、代表取締役社長のメルダー雄大と申します。今日はですね、まあ、g k n ニュース喋るんですけれどですね、まあ今日はですね、まあ少し、まあ、残念なニュースを喋ってみたいと思います。それ何かと言いますとですね、元プロ野球選手の村田京二、元投手がいるって方がですね、羽田空港の方でですね、 あの、荷物を検査する場所、空港保安の場所でですね、保安検査員に対して暴行を加えたっていう事件が発生したんですね。はい。まあ、と、ちょっとショッキングな、まあニュースなんですけれども、まあ、まずはですね、村田町二さんって、まあこの方なんですけれどもですね、はい。この、この、 まあ、このおじさんの方なんですけどですね。まあ、この方はですね、まあ、まずこの、この方ですね、まず、まあ、どういうか方が、ついて、ついて説明するんですけど、まあ、元はあの、プ元プロ野球選手なんですけどですね、なんか、ロッテかなロッテマオリオンズの中選手千葉ロッテマリーンズも選手だったんですね。はい。で、もうちょっとプロ野球そこは詳しくないんですけどですね、その、1990年ぐらいまでそのなんか、やってたらしくて、その後なんか、 野球の中解説論されてる方なんですね。はい。で、解説してですね。で、その後ですよ。あの、いろいろ、ご意見版とか多分してたのかなはい。してたんですけれどですね。で、まあ、その方がですよ。あの、この前、その、羽田空港の方でなんか、まあ、事件を、まあ、ちょっと、具体的にどう何が起こってるか、ちょっと、軽くちょっとでも解説してみたいと思いますね。はい。まあ、それはですね、あの、 まあま、あ村田長次さんはですね、まあ、この前の9月23日ですね、羽田空港、午後1時50分、羽田空港の第一ターミナルの、まあ、北ウィングのですね、あの、まあ、あの、まあ、羽田空港って第二、あの、南ウィング、北ウィングって分かれてるんです。南ウィングが主にあの、沖縄、九州とか、四国とか、そっち方面行く方、北ウィングが札幌とか、東北とかに行く方面のあの、ターミナルなんですね。はい。 ま、羽田空港をよく利用されてることはよくわかると思うんですけどね。まあ、二人で分かれてるんですけど、その北ウィングの方で起きました。で、この村田さんはですね、まあ、おそらく、北ウィングだからおそらく北海道、千歳の方に行く、行く予定だったのかなと。それですよ、あの、その、特別保安、特別会員の検査場があるらしくて、そこで起きたらしいんですね。はい。で、その、空港のその、 金属探知機っていうものが、まあ、まあ、あるんですけれどもですね。探知機があって、そこに、え、そこにですよ、ね。あの、通った時何回もなんか反応してしまったんですね。反応してしまって、で、で、それがその、紙袋になんか、携帯を、なんか、まあ、ポケットがね、わかんない、携帯にはいて、それをなんか気づかなくて、ピー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 鳴って、その、その、チェーンサインがまた鳴ってますよって言って、で、それで、 うるせえよ、どけよとか、なんか、かかったことをおっしゃったらしいんですね。はい。で、で、そっちで、その時も,もちろん、その時、あの、その検査員が、その、通話をして、まあ、通報をして、あの、空港警察署に、まあ、逮捕されたっていうのも、まあ、ある、あったんですけどですね。はい。うーん。まあ、今回のその、事件なんですけれどもですね。うん、まあ、まずは、まあ、 はい、まあちょっといろいろ、ま,あ、まずいろいろ言いたいことはあるんですけれども、ちょっと残念だな、ちょっと思いましたね、はい。うーん。まあ、あの、まあ僕のこの後の動画で喋るんですけど、まあ安倍さんの国葬も一応、まああるんですけど、まあその関係で、まあ厳しくなってるわけなんですね。はい。まあいろんな外国の要人とかもいっぱい来るということですね。まあ羽田空港とか成田空港もそうなんですけれども、今、今、今現在厳しくなってるんですよね。 でで今回この事案に関してはですね、まあ非常に残念ですね、やっぱりですね。はい。まあ、え、なんか、ついこの前昨日だったから、村田教授さんは一応釈放されて、一応女性の方に誠心、誠意、謝りたいとかって、まあ、言ってるんですけれどもですね。うん。うん。まあそう、まあ本当にですね、あの、 あ実は、あの、私の遠い知人が、まあ、また、あ、自分ごとになってしまうんですけれども、知人がいるんですけれども、あの、某空港で働いてるんですね。某空港で。で、働いてまして、まあ、やはりその、クレームとかもやっぱり多くてですよ。この業界というのはですよ。はい。で、多くてですよ。まあ、いろんなお客さん、まあ、空港によっては、あの、何千とか何万とかも来る、まあ、利用してですよ。まあ、羽田空港なんかも日本で一番の空港ということなんですけれどもですね。 まあ空港によってはその、まあいっぱい人来るじゃないですか。で、まあいろんなお客さんもいて、まあ小さい子供から高齢者とかおじさんとかも来るんですけれどですね。で、その、やはりその、そのある人が聞いた話なんですけどですね。その怒るその、やっぱそのクレームはやっぱ、まああるんですよ。その、まあ、航空業界に立つとその、まあもちろんその空港以外でもその駅とか、その街中のレストランとかでもですね、その、 クレームとかも、まあ、言う人もいるんですよ。で、その某空港で働いてる人にかけたんで、ね、やはりその怒る人は男性が多いなって言っておりましたね。はい。空港で、プラス男性で、で、怒る人が大抵50代以上の人が怒るって、ちょっと言ったんですね。はい。うん。で、出ます。で、その、 大半がその、日本人の方が怒るようなことは言っておりましたね。はい。その知人の方が言ったんですけどですね。はい。その知人がその、まあ言ったんですけれども、うん。まあその時の対応やっぱ大変だなっていうのはちょっと聞きましたね。はい。うん。まあ、まあそのことを聞きましてですよ。うん。うん。まあ、やっぱちょっと僕は、まあ、ちょっと自分のちょっと個人の意見として聞いてもらいたいんですけどですね。 あの、まあ、どうしてその、なんかその男性の人がちょっとまあ怒るのかなっていう。あと、プラスなんか意外その女性の方は意外にその怒らないっていうのはまあ聞いてるんですよね。はい。聞いて。男性の方が圧倒的に怒るということですよ。で、まあ、当たり前で、まあ子供はまず怒る人は今いません。やはり、小学生ぐらいの人とか若者とか、高校生とかはですよ、意外に怒る人はいないというか圧倒的に男性で、 高齢者の人が意外に起こるということなんですよね。はい。まあ、こ、僕個人とちら聞いては、今度は村田さんのこともちょっと触れるんですけれどもすね。まあ、なぜその、保安検査で一般、圧倒的に男性が切れて、これ高齢者というので、うん。まあ、これは、あ人間とその、総合的にその分析をしてちょっと、まあ、ちょっと考えてみたと思うんですけれどもすね。まずその、日本、まあ、もちろんその、日本人の特性もあると思うんですけれども、まず、 まあ外国人と比べて、日本人ってその、いろいろ細かい人なんですよ。その細かくてですよ。その細かくてですよ。例えばその電車とかあるじゃないか。まあ日本の電車いっぱいあると思うんですけどですね。電車があって、その、電車ってあの、日本の電車っていうのは、その1分ごと1、すぐ細かくくじゃない地獄表通り、細かくて。で、外国だとやっ当たり前じゃないんですよ。ああいうのって。で、 日本人はそういうのにも慣れてしまって、すごいな,な、な、なことに関して繊細だと僕は思うんですよね。はい。で外国人は、まあ簡単に言うとは、人はそれだと思うんですけれども、まあ、少しのお大雑把って、そこあまり細かく見ないっていうのがあるんですよね。はい。で、細かく、日本ではその、細かく、なんか、ちょっとどかでもなんかちょっと、ああちょっと、繊細な部分もあるんですよね。まあ、プラスと、その、 今回この事件って、この村田さんはたか72歳で、まあ、かなり高齢者の風に入るんですけれども、50代、60代の人が、その、何かしらその、プライド高いというのは、おそらく今の日本の社会においては、まあ、この年代っていうのは、社会的地位の人が高いんですよね。まあ、部長、あ、そう、人それぞれだと思うんですけれども、部長とか社長とか、もものちゃんもう大事業の社長会長とかになっている人が本当多いんですよね。で、 あとはその、有名人とかでも、かなりその上なんですよ。何十年も努力して、その、かなり高齢の人が、かなりその大御所っていう人が、まあかなり日本の芸能界もそうなんですけどほんと多いんですよね。多くて。それで、まあ言い方は悪いんですけれども、少し、まあ、天狗になっている部分も、まあなりやすいんですよ。この年代っていうのがですよ。はい。まあ僕は今もう35なんですけれども、あ、34なんですけれども、まあそこまでまだ植えてないんですけれども、 こういう方が、僕より倍以上の人ってかなりその、大御所っていうかもう、上の人が、もう大部分を占めてるわけなんです。まあ、政治家もそうなんですけれども。で、政治家とかもその、あ、あってですよ。まあ、それが多分ですよ。あの、他のその、駅とかとレストランでそのクレームとかもあります。で、よく言う、いわゆる人よくなんかその、お店、よく多分見たことある人い,いらっしゃると思うんですよ。そういうので。で、そういうので、 何でもかんでもその、まあ、自分は偉いんだなーっていうですね。うん、勝手なその、まあ、思いとかその勘違い多分発生してると僕は思うんですよね、やっぱりですね。なのでですよ、まあ、今回この事案はですよ、まあ、おそらく、まあ、自分は、まあ、偉いんで早くしろとか、そういう頭の中はその、なんか、身が、その、まあ、ある身勝手な部分の意識が多分生んでしまったらこそに落ちてしまったなか僕はそう思っておりますね。はい。 うーん。まあ、まあ、今年のその3月から、なんか空港の保安のなんか法律は改正されたと、って、なんか多分ニュースではやってると思うんですけどですね。まあ、おそらくこう、空港利用者にとっては、まあもちろんに新聞とかのネットニュースは見ると思うんですけれども、ここはさ、空港のその保安検査というその、なんか、多分見ないと思うんですよ、やっぱりその、はい。なのでですよ、今回その、 ことはですね、まあ、自分のその、プライドが高かった上です、ね、すなんか、起こってしまったんじゃないかと、僕、僕の個人と意見、といたしまして、そう思っておりますね。はい。うあん、まあ、うんまあまあもちろん、その、まあ、個人的なその、こういうのは、まあ、ま、あま、あ落ちてもらいたくはないんですけれどもですね、まあ、もちろん、その、飛行機の利用といたしましては、も、もちろん、その、飛行機の、その、ま、あ安全をその、守っては、ね、その、保安検査というのは、まあ、もちろん、その、この人は多分、 そう、多分焦っていたのか、自分がその偉いんだなーって意識がその、部分が、その両方が、例えば、たりあったと思うんですよ。早くしろとかって、多分思ってる部分あるんですよ、そうその。なんですけれども、あその、まあ、飛行機はその電車と違ってすぐ乗れる、乗れるわけじゃないんですよ。まあ、その、搭乗時間っていうのがその、あってですよ。搭乗時間があった、多分、国際、多分国際30分前とか、なんか、あるんですけれども、その部分の、その、あって、あ、その部分のその、なんか、<laughs> 電車とは全然違うんですよ、そのなんか、あの、はい。なあってですよ、その、まあもちろんたまに飛行機を通りだからギリギリ来る人もいるんですけれどもですね、まあ個人的にはそういうなんか、ギリギリ飲むのはちょっとやめてもらえたと思うんですよね。まあ、もちろんその他のお客さんにも迷惑になるのももちろんなんですけれどですね、はい。まあなので、その、まあ、あ,あとはですね、 まあ、空港法案っていうこと、まあ、ハサミとかそういうナイフとかを取り除く場所もあるんですけれどもですよ。そういうのを取り除く、まあ、飛行機の安全を守っている場っていうのが、そういう、まあ、場所なんですけれども、まあ、そういうのがちょっと、他のお客さんからすれば、まあ、ちょっと早く、早く通、ちょっと言い方悪いんですけど、その、早く通らせてくれとか。 早く通らせてくれとかもう早くしろとかもう、ああ、行くのめんどくせえな、という、そういう場がその、生まれてんのも多分一つの原因だと僕は思うんですよ。この事案の一つとしていただきましては、まあ。もちろんその、職員といたしまったらそ,ういうそういう危ないものを持ち込むわけにはいきませんから、そういうのを取り除いたり乗ってもらいたいってわけですから、一生懸命やんないといけないっていう意識と、その、お客さんからすれば、その空港の安全と意識はその、 まあまあ多少あるってことはあるんですけど、もはっまあとにもなんかめんどくさいなとかさ、早くしていいのに早くしろとかさ、なんでこんなことやんねえといけんだいって、そういうなんかその、意識のその祖母がなんか生まれてんじゃないかと僕はそう思うんですよね。とまあアメリカですと、9.21年前9.11のりた高ってる以降厳しくなってますから、まあそう、まあアメリカちょって言うとわかんない。アメリカはそこまでうるさくないのかなとまあアメリカは多分あっちの方が多分厳しいと思うんですよ。 ま個人的にはそのもう少しは空港のその安全はそのもう少しなんかお,お客様にもう少しなんか安全の場を持ってもらい安全に支える場なんだっていうのをもう少し意識を持ってもらいたいと僕はそう個人的には思っておりますねはいまあ皆さんも海底旅行は多分したいと思いますかまあ僕もよく旅行好しなので,ですね今後もちょっとで飛行機の歌にちょっと気をつけていきたいと思いますはいそんな感じですはい ユーダイコープのユーダイでしたご視聴誠にありがとうございます、まあ、何かしら送りな皆さんそれでは